というわけで今日はネイル君がやってきてくれました。ネイル君、もう年末ですけど今年一番楽しかったなと思うことは何ですか？キャンプファイヤーしたことかな。キャンプファイヤー、ファイヤーしたんですね。夏の思い出っていいですよね。ああ夏か、懐かしいな、あのあったかい頃ね。今は寒いからな。じゃあキャンプファイヤーの思い出と、来年はどんなことして遊びたいとかありますか？釣りとかやってみたい。ああフィッシングですね、フィッシング。ああ楽しそうですね。釣りはいいよね、本当にいいですよ。じゃあ来年はね、釣りを頑張ってアウトドアな1年になるようにね、祈っております。では最後に、ご家族の皆さんにコメントお願いします。帰ったらきりたんぽ食べたい。はい、じゃあきりたんぽ食べましょう。以上、ここは秋田じゃないですけどね、以上中継でした。